愛知万博の交通では2005年日本国際博覧会会場内総合館内市は万博会場へのアクセスの役割を果たした交通機関について記すグローバルループ上に設けられた4つの停留所を結んでいた電気自動車5編成が運行されていた歩行者と同じくらいの速度で走行し係員が梅雨払いのように車両の前を歩いて グローバルループ上の人々を避けさせ、グローバルトラムを先導していた。開幕前から、グローバルループの床を車輪で傷つける問題が発生しており、グローバルループの中央部分を鉄板などで補強したりしなければならなくなった。また、入場者数が多い時は、ループ上の混雑のため運行不能となり、運休したこともあった。運営は日本通運が行った。期間中、 約110万人を輸送した。博覧会終了後、車両は、長島スパーランド2乗とされ、長島リゾートトラムとして運行された。その後、さらに一部が再乗とされ、西木川鉄道で2編成が2009年9月19日から、とことこトレインとして運行、1編成が平常線と1300年再開場で、ハートフルトラムとして運行されている。 グローバルループ上を走った電動アシスト自転車のタクシー。ブリジストンサイクル製のタイプ B、ナショナル自転車工業製のタイプ N、ヤマハ発動機製のタイプ Y、ドイツベロタクシー車製のタイプ V の4種類が存在した。定員は全車大人2名であり、最大で同時に20台が運行した。料金は1区間大人300円、小人200円。タクシーとついているが、 停留所以外での乗降はできなかった。グローバルループ上の北ゲート、コモン1、コモン3、西ゲートの4停留所を右回りで1区間を約10分で結んだ。ドライバーとの距離が近いフレンドリーさが特徴で、乗車中会場のガイドを行ったり、リピーターとパビリオンや会場内の食べ物などの話題で息統合することもよく見られた。運営は、 NPO 法人環境共生都市推進協会。期間中、約32万人を輸送した。会場へのアクセスのため、名古屋市名東区にある、名古屋市営地下鉄東山線の終点富士川岡駅から、豊田市にある、愛知環状鉄道線万博約草駅までの間に、HSST 方式による、日本初の磁気浮上式鉄道の、 常設実用路線として、東部丘陵線が、博覧会開幕前の2005年3月6日に、開業し、同線の万博会場駅が、長くて会場の最寄り駅となった。しかし、編成が3両と短く、混雑するため、40分から60分ほど乗車待ち、しないと乗れない場合があった。特に、帰りの時間帯となれば、藤ヶ丘方面へ向かう客の長い列ができた。 それに比べて、薬草方面へ向かう客の列は短かったため、一部の外国人スタッフや来場者は、一旦万博会場駅から薬剤駅電車に乗車し、一駅先の当時資料館、南駅で下車。そこから、藤ヶ丘駅電車に乗り継いで、藤ヶ丘方面へ折り返すといった方法を取ることで、混雑を回避していた。なお、リニモの、 万博会場駅と万博薬座駅は、博覧会終了後の2006年4月1日に、万博会場駅が愛・地球博記念公園駅に、万博薬座駅が薬座駅にそれぞれ解消された。リニモは愛知万博での実績が認められて、台湾でも採用されることになったが、実際には建設されていない。また、もう一つのアクセス拠点として、 愛知環状鉄道線の薬座駅が2004年10月10日から2005年9月30日までの間、万博薬座駅と一時名称変更され、長久手会場と瀬戸会場へのシャトルバスが運行された他、万博期間中に JR 名古屋駅から JR 中央線構造寺駅、愛知環状鉄道線経由で万博薬座駅へ直通する臨時列車、エキスポシャトルが運転された。 この直通運転を機に、閉幕後の2005年10月1日に行われた、ダイヤ改正以降も継続して、直通運転が行われている。日本国際博覧会協会では、名古屋駅から鉄道で会場へ向かう場合には、エキスポシャトルの利用を推奨していた。JR でも、このコースを利用する割引乗車券、愛知万博往復切符を発売した。しかし、 空いていることが知られるようになってからは、エキスポシャトルも混雑するようになった。なお、万博開催期間中は、長野方面とのアクセスを便利にするために、高蔵寺駅に一部の特急、シナノが特別停車していた。参照次の駅から、長くて海上東ゲート、または北ゲートのシャトルバス乗り場へのシャトルバスが運行された。これらは、万博役座駅発着便を除き、 JR の駅などで発売されていた、愛知万博往復切符など、往復乗車券での乗車ができなかった。なお、ほぼ全てのバスで、ホイール部分に回転しない広告が掲載されており、小さな動くパビリオンの一つともなっていた。期間中はリニモに代わる交通機関の一つであり、リニモに比べ人気面で劣ることから比較的席が確保しやすいという側面もあった。 万博薬剤駅からは常時、セット会場へのシャトルバスを運行した。また、関東、中部、近畿各県内から万博会場方面へ連絡バスが出ていた。愛知県方面、岐阜県方面、三重県方面、静岡県方面、山梨県方面、長野県方面、福井県方面、新潟県方面、東京都方面、大阪府方面、奈良県方面、京都府方面。 兵庫県方面、岡山県方面その他、旅行会社主催による各地からのツアーバスも運行された。万博会場には交通渋滞の緩和から、身体障害者用を除き、一般駐車場が存在しなかったため、会場周辺にある専用駐車場に車を止め、シャトルバスに乗り換えるパークライドを実施した。なお、万博専用駐車場は次の場所に設置されていた。 これら以外にも会場近くに民間の駐車場があったが、博覧会協会はその利用を推奨しなかった。また、会場周辺 3km 圏内は、幹線道路を除き自家用車は通行禁止となっていた。中部国際空港が開幕に先立って開港し、そこから金山駅経由で、戦術のエキスポシャトルに乗車して来場するように呼びかけていた。ありがとうございます。